苦しい時期が続いたんですけど、やっとスタートラインに立てたなっていう気持ちでした。やっともう本当これまで苦しい時期が続いたんですけど、やっとスタートラインに立てたなっていう気持ちでした。ずっと2番手でなかなかその壁を越えられずに、まあ苦しい時期が本当長くて、まあ本当もう諦めかけた時期もあったんですけど、本当最後まで諦めずに立ち向かっていってよかったなという思いです。そうですね、幼い時から目標にしてた大会なので、まあやっとその舞台で戦えるっていうことですごいワクワクしてます。まあ、パリでのオリンピックっていうのは多分最後になると思うので、まあ本当過去2大会残念な結果で終わってしまったので、今大会はもうこう自然体といいますか、自分らしさを出して戦いたいなっていう気持ちが一番強いです。まずは自分の柔道をしっかり出したい、その舞台をしっかり味わいたいっていうのがあって、でプラスそして金メダルを取りたいという気持ちがあります。その世界選手権とかそういう大きな大会の代表になったことがなくてのオリンピック代表なので、あオリンピック内定なので、まだ実感はちょっと薄いんですけど、もうこれは私にしか権利がないので、金メダルを取るっていうその目標に向かって頑張りたいと思います。